アウトプット大全を読んでもアウトプットができません。精神科医カバサーシオンのカバチャンネル、今日は質問いただきました。カエサルさん、17歳男性、アウトプット大全を読ませていただきましたが、それでもアウトプットができずに困っています。おすすめの方法があれば教えてください。アウトプット大全17歳で読まれるってことは非常に素晴らしいことなんじゃないかなと思います。これを読みこなせるとなるとなかなかの読解力なんじゃないかなと思います。そうですね、アウトプット大全を読んでもアウトプットができない人のために書いたのがエッセンシャルアウトプットなんですけども、この本の中で書いてある一つお伝えしますね。本を読んだら感想を書こうっていうのをね、すごくお勧めしているんですけども、なかなか感想を書けと言われてもですね、400字詰め原稿用紙で2枚3枚の感想を書いていくというのは結構難しいんじゃないかなというふうに思うんですね。例えばそんなに長くなくても本当に200文字でもいいし、ツイッターの1記事ぐらいの分量でもいいと思うんですけども、何がしかのアウトプットをするっていうことを、自分が一番その本の中で共感した部分とか、一番これは面白い、あるいはこれが役に立つというふうにね思ったことを書き留めるというだけでもアウトプットになるんですけど、そうは言ってもできない人がほとんどなので、絶対できるアウトプット法をお伝えしますね。それはですね、産業名言です。どういうのかっていうと、皆さんがこうやって本読んだ時にマーカーを持ちながら、これは面白いとか、これ役に立つ、これはすごいっていう部分をあったら線を引いてきますね。で、線を引きながら読んでください。ただ読むだけだと記憶に残りづらいので、もう手を動かすってことが結構重要になってくるので、マーカーで線を引くだけでも私はアウトプットと思っています。で、読み終わったらですね、その本の中でのあなたのベスト気づき3つ、あるいはベスト名言と言ってもいいでしょうね。その本の中であなたが気に入った一節、学びを得た一節を3つピックアップしてください。3つピックアップしたらそれを書き写すだけですね。あとはね、書き写してください。ツイッターとかやりやすいんですけど、ツイッターとかにその本の名言を書き写したり、ノートに書き写したりしてもいいと思うんですけども、名言3つを書き写すだけというアウトプットです。これだとどうでしょうか、できるのではないでしょうか。ただ書き写すだけだから自分のオリジナルの感想を言う必要はないですね。なので最初はそこら辺からとにかく書くっていうことかな。本を読んだら何がしかのアウトプットをするということを考えてやっていただけると、そこからまたね、今度じゃあ名言プラス1行書けばいいんですね。その名言みたいのがあったら、そこに自分でどう思ったのか、どう考えたのかっていうのを1行を追加していただけると、それだけでも立派なアウトプットにどんどん進化していくという形ですね。産業名言、本当に一番簡単な読書した後のアウトプット法という形になりますので、そこから始めてほしいなと。あともう一つは、よく何度も言ってますけども、産業ポジティブ日記というアウトプット法はかなり簡単だと思います。1日が終わった後に、今日あった楽しかったことを3つ書く。ただし1個1行でいいので、今日は昼に食べたラーメンが美味しかったなとか、今日は朝散歩して気持ちが良かったなとか、そういうことを3行書くだけでいいので、それでも立派なアウトプットになってまいりますし、日記っていうのはある意味最強のアウトプット、感想と日記っていうのは私は非常に取り組みやすく結果が出やすいね、アウトプット法だと思いますので、産業ポジティブ日記というものも非常におすすめでございます。という形で、産業名言と産業ポジティブ日記、ぜひね、なかなかアウトプットができないという人は始めてみていただきたいなと思います。高校生ぐらいでそれをやっとくと、後々相当ね、本読んでたった産業書くだけかよと思うけども、ね、本を読むときにその3つのポイントを探そうと思って読むんで、本がものすごく深く読めるようになってくるんですね。やってみたら分かると思います。ということで、産業名言、ぜひやってみてください。